JGDIY チャンネル。PC を楽しむチャンネルです。皆様こんにちは、JG です。2022年10月6日、御堂筋の撮影が終わって、でんでんタウンへ。ジャンク PC を購入しました。1. ジャンク PC 本体外観チェック。HP のエリートデスク 800G3SFF です。ショップインバース日本橋店で1万8000円でした。コア i7 のシールが貼ってあります。このシールから CPU はコア i7-7700HDD が2台、メモリが2個入っているようです。また、通電 OK。起動 OK から正常に動作するようです。背面は左からマイク端子、イヤホン端子、DP 端子が2個、VGA 端子、LAN 端子、USB 端子が6ポート、PCI 出力カバー4個、電源、AC 電源ケーブル端子です。2. 作業開始。ケースを開封します。背面のロックボタンを押しながらケース板を引きます。ケース板を持ち上げます。 HDD が2台見えます。 PCI Express のビデオカードが付けられそうです。ケースの表側キャビネットを外します。ドライブベイを持ち上げます。M.2SSD が付けられそうです。3. 清掃。掃除機でホコリを吸い出します。掃除機の先端はブラシヘッドが良いです。丁寧な作業が求められます。カバーを取り外します。カバーは引っかかっているので慎重に外します。CPU クーラーを取り外します。マイナスドライバーを使います。4. 内部の確認。CPU は i7-7700 です。4コア8スレッド CPU です。HDD が2台見えます。メモリが2台あり、上がサムソンで下がマイクロンのようです。無線 LAN も取り付けできる端子があります。M.2NVMe SSD を取り付けできそうです。PCI Express×16×1×1×4 になっています。5. 追加する機器。ビデオカード GT740DP 端子しかないので追加します。
ビデオカード用ロープロファイルブラケット。M.2SSD クレブ 240GB。SSD 用ヒートシンク。SSD 取り付け用ネジ。6. 組み立て開始。CPU グリスを塗ります。小塗りです。CPU クーラーを取り付けます。マイナスドライバーで4点を対角線上に締め付けます。SSD を取り付けます。M.2SSD は斜めに刺します。ネジを取り付けます。前もって SATA ケーブルを外しておくと作業がしやすいです。増し締めします。ケーブルを戻します。ビデオカードを取り付けます。カチッと音がすれば OK です。ドライブベイを下ろします。前面キャビネットを取り付けます。ケース板を取り付けます。7. 電源投入とバイオス確認。電源投入します。立ち上がったらエスケープキーを押します。バイオス画面。システム情報、CPU やメモリが正しく認識されています。BIOS を最新版にアップデートしました。ブートメニューからドライブが確認できます。追加した SSD が認識されています。8. ベンチマークテスト結果。シネベンチ R15。シネベンチ R20。ドラゴンクエスト10ベンチマークテスト。9. 評価。CPU は i7-7700 です。4コア8スレッドしかしながら第10世代の i3 と同じ性能なのは悲しくなります。憧れの i7 なのは変わりませんが、BIOS のアップデートもネットにつないで簡単にできます。メモリはサムソンとマイクロンですね。それぞれ DDR4-2400 で動作しています。ビデオカードは GT740 です。このビデオカードはパソコン工房で800円でした。ロープロファイルブラケットは Amazon で770円でした。購入費用は概算で24,493円になります。最新個人向け最安モデル。最新版モデルと比較するのはどうかと思うが、以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。